皆さん、こんにちは。素の AI を知っているのだろうか。まだこれから始めたい、あるいは始めたばかりの人へ、積んだもんが解説するのだ。少し上達したら、僕の師匠が日本一素の AI の解説をしているので、そちらの動画を見るといいのだ。それでは、学ぶのだ。始め方。素の AI を検索して、サイトに行くのだ。すると右上に、メイクアソングという黒いボタンが現れるのだ。それを押すと黒い画面が出てくるのだ。左にクリエイトというボタンがあるから押すのだ。するとクリエイト、アカウントが表示される。 Google アカウントで始めるのが良いのだ。次にカスタムモードをチェックするのだ。リリクスという枠に変わる。その枠に夏が大好き、待ち遠しいとタイプするのだ。枠の下にジェネレートリリックスというボタンがあるから押してみるのだ。すると歌詞が出来上がる。すごいだろう。次にスタイルオブミュージックという枠があるだろう。そこに J-POP、メイル、ボーカルとタイプするのだ。さらに下に進むのだ。見えないときはスクロールするのだ。次はタイトルのところに曲名がもう入っている。 AI ってすごいのだ。オレンジの大きなボタンがあるだろう。それを押すのだ。すると真ん中に2曲の音楽が作られるのを待つのだ。時間がかかるかもしれないが、辛抱強く待つのだ。出来上がったらマウスでクリックしてみるのだ。夏の夜に切なく君を思い出す。海辺で眩しい砂浜にかけ、遠く遠く響く波の音に一人息を殺して感じるのは夏の思い。手でもう二度と戻れなくて、夕焼けに君の笑顔が浮かぶ。心の奥にしまい込んだ涙、かすかに揺れる星空の下で、夏の夜きらめく時間が止まる。君と二人ゆっくり歩いてゆく。夏の思い出深い闇に浮かび上がる。いつまでも忘れないでいてくれ。どうだろう、すごいと思わないか。かっこいい音楽が出来上がっているのだ。これが音楽生成 AI の力なのだ。無料で毎日10回お試しができるのだ。やってみたくなったら左のサブスクリプションから年払いなら8ドル、まだ不安なら月払いで10ドルにすると月に500回できるようになるのだ。そうなったら師匠の動画解説で長い曲の作り方やもっと歌詞をうまく作るソフトの紹介など一杯の動画があるのだ。まずは始めなければならないのだ。ぜひやってみてほしいのだ。じゃあ今日はこれから始める人に僕が解説してみたのだ。